商品レビュー専門。E 元素の提供です。今回は Z7600。ゲーミングマウスですね。ただゲーミングマウスと言っても非常にシンプルです。こちらですね。まあ、私はこれゲーミングマウスって言わずに、普通のマウスって言ってもいいと思います。デザインはちょっとゲームかな。でも、機能的には普通のマウスです。左右クリックとホイール、それと戻るスムボタン。でも、DPI の切り替えがある。 だからゲームなのかな ?DPI って何なのかマウスのカーソルの速度です。通常この速度、OS の設定、コントロールパネルから行います。ちょっと面倒くさいんですよね。でもこれだったら、このボタンを押すたびに変わります。速くなったり遅くなったりします。コントロールパネルを操作しなくても、このボタンを押すだけで速くなったり遅くなったり。便利じゃないですか。で私使ってみましたけど、一切特殊なユーティリティとかドライバー入れずに使いましたね。だから職場でも使います。 ちょっと使いやすいマウスが欲しい。職場で普通に OS を使うときはカーソルが早い方がいい。でも何か細かい作業するときはカーソル遅い方がいい。そういう人にもいいですね。イルミネーション。ここにあります。でも派手じゃないです。手を覆っとけば見えないです。あとはホワイトのデザイン。これもシンプルでいいですよね。落ち着いたデザイン。ゲーミングマウスというと黒とかシルバーですごく派手。そんなイメージの中でこれはシンプル。だから誰にでも合うと思いますね。シンプルなマウスが欲しかった。でもゲーミングマウスのようにマウスカーソルを可変させたい。 そしてのおすすめですね。商品デビュー専門でした。